おい、もう我慢できん、行こう。どうせ、水もないのにこのままでは死んでしまう。死ぬから、危ない危ない。何の騒ぎだ。行こう。山降りよう。敵の将兵が降参してまいりました。山上の様子は。将軍、三日以来木の皮や苔で上をしのいでおり、苦しゅうございます。なぜ山を降りて結露を開かぬ。そっちには遠の矢を射る弓がある。死にたかありませんよ。この者らの世話を。上将は情報国で芝居を取り逃がしたことを悔やんでおられた。だが上将からいただいたこの弓で、今日の援軍が来ればこの鉄郎山で芝将を殺してくれる。芝将必ず殺すぞ。早く何とかせねば大変なことになってしまいます。こうなったからには山を下り、敵の囲みを破るしかあるまい。しかし兵がこの有様ではとても無理かと。その方、将兵たちを集めてくれ。わしに一つ計り事がある。はっ。天佑！天佑！この芝生、御事の理に奉じ諸の軍を、おいの剣としてここに至る。我に得なく、六千の将兵はこの山にて、四方を敵に囲まれ、もはや水の兵糧も尽きた。天下に詫びるため、今この命捨てますゆえ、我が死後、配下の将兵すべて職に下らせ生きながらえ、その魂、異教にてさまようことないようお願いいたす。天にもし慈悲があるならば、どうか我が六千の将兵の父母に終生頼るところあるよう、また祭祀に団らんの時が戻るようお守りくだされ。さすれば我死すとも恨みなし。全軍の将兵よ、この芝将これにて決別いたす。都督殿、それはなりませんぞ。都督殿、おやめくだされ。都督殿、
トドク殿、我らの政治はトドク殿にかかっておりますのに。その方ら、わしを不義に陥れる気か。トドク殿のお心は皆分かっております。トドク殿が死を決しておられるのに、なぜ我らが死を恐れましょうか。我ら将兵のために死のとなされたそのご恩は我ら将兵一同忘れません。トドク殿、山を降りて敵と戦いましょう。皆の者、その方らの死を恐れぬ勇気、この芝生をありがたく思うぞ。トドク殿、どうぞご命令を。皆の者、兵馬を整え、格合が来たら山を降り、敵と戦おう。山を降り戦おう。芝生は山上に孤立し、水や兵糧もなく、兵の士気も落ち、今攻めれば簡単に勝てます。大将軍、京王の軍勢が参ります。よし、では軍勢は陣の外に置き、京王は天幕の中へお通しせよ。